アメリカ美術アカデミーは1802年から1841年までアメリカ合衆国のニューヨークにあった美術家の教育機関である。保守的な教育を行ったことなどが学生や画家たちの反発を招き、1825年にナショナルアカデミー・オブ・デザインが設立されることになった。ジョン・パランブルがジェームズ・フロ・シンガム・ニューヨーク美術アカデミーの名で設立された。 設立メンバーにはニューヨーク市長のリチャード・バリックや有力な政治家のバー・プランクがいた。1817年から1836年の間、画家のジョン・トランブルが校長を務めた。1818 18年にトランブルは自分や多くのアメリカの初期の画家たちの死であるイギリスの画家、ベンジャミン・ウエストの肖像画をイギリスの人気肖像画家、トーマス・ローレンスに 高額を払って依頼した。トランブルは、自らが受けた古典的な美術の理想に基づく教育をしつけ、学生に対して暴君として振る舞ったことから1825年に、若い学生たちが、新たにニューヨークにナショナルアカデミー・オブ・デザインを設立し、そちらに移っていった。ナショナルアカデミー・オブ・デザインの創立メンバーには、サミュエル・モールスや、アッシャー・ブラウン・デュランドラがいた。 アメリカ美術アカデミーは学生の離脱を無視して運営を続けたが結局入学する学生の減少と支援の減少から1841年に閉鎖された。ありがとうございます。